동료との会話で使えそうな絶対しておきたい韓国語1 0選뭐 먹고 싶어? 뭐 먹고 싶어? 이만하니 지금 뭐해? 지금 뭐해? 待って. 잠깐만. 잠깐만. 이츠 아우. 언제 만날래? 언제 만날래? 아시다 직강하루. 내일 시간 있어? 내일 시간 있어? 교어저또이소 씨. 오늘은 좀 바빠. 오늘은 좀 바빠. 얘니 하리가 갈아나야 되겠나. 집에 빨리 가야 해. 집에 빨리 가야 해. 고피 이빨이 너무 오요. 커피 한잔 하자. 커피 한잔 하자. 기어 쓰게 때 가을 때. 조심해서 가. 조심해서 가. 맞아 렐라쿠스르네. 또 연락할게. 또 연락할게. 뭐 먹고 싶어? 뭐 먹고 싶어? 지금 뭐해? 지금 뭐해? 잠깐만. 잠깐만. 언제 만날래? 언제 만날래? 내일 시간 있어? 내일 시간 있어? 오늘은 좀 바빠. 오늘은 좀 바빠. 집에 빨리 가야 해. 집에 빨리 가야 해. 커피 한잔하자. 커피 한잔하자. 조심해서 가. 조심해서 가. 또 연락할게. 또 연락할게. 今日のワンポイント韓国語勉強法今日のワンポイントの勉強法は叶えそうな目標を決めること。はい.よく先生 韓国語をマスターしたいですとよく言われますけれどもマスターするという言葉自体がとても広範囲に大きく感じますそれよりは例えば今日からして2週間後までは読み書きができるようにするとかまたは1年後に韓国語能力試験の3級を取りますとかこういう具体的で自分が叶えそうな目標をどんどん 作っていきましょう次は自分が好きなことと韓国語を絡めていくこと。はい えー、最近私があのジェイジュンさんの、えー、トークから学ぶ韓国語の講座をやっていますが、えー、私自身ももともとジェイジュンさんがすごく好きなんですけれども、はい、私の学生さんがジェイジュンさんが好きな方が結構多くて皆様がどうすれば、えー、興味をずっと持って韓国語の勉強を、えー、諦めることなく続けられるのかなとずっと考えている中 やはり皆様が一番好きだったり興味を持ち続けられる何かの道具手段を韓国語に絡めることだと思いました、はい、ある方はジェジュンさんのトークはとっても頭に入りやすい というコメントをくださいましたやはりそうだと思いました自分が好きな、えー、アイドルの方やまたは好きな、えー、映画、ドラマ何でも構いませんとにかく興味を持ち続けられる何かの要素、道具をどんどん韓国語に絡めて、えー、勉強を続けられるようにすることだと思います毎日5分でも10分でも構いませんので毎日ゴツゴツ勉強を続ける継続 することとが一番大事だと思いましたそして最後の3つ目はミスを怖がらないいことだとだ思いますよく完璧な韓国語を目指してもし、えー、間違ったらどうしようかなとか間違うのが怖くてしゃべるのを、えー、戸惑ってしまう方が結構いましたがどんどん喋ってミスをすることだと思います。 その中でミスをして、えー、学べることがもっとたくさんあると思いますし自分がどこの文法をよく間違えるとか、えー、どんな単語がわからなかったとかいろいろ気づいてくる部分がたくさんあると思いますのでミスを怖がらずにどんどん喋ってくださいメールマガを登録してくださった皆様に今日やった内容のテキストを配布していますぜひ登録してくださいそして今日の内容いいと思ったらいいね また、チャンネルの登録もよろしくお願いします。